きチャンネル、ジョン。こんにちは。さあ、今日はですね、はい、DeNA ですね、はい、まあ、今年ね、一気に2位にジャンプアップしてね、はい、最後ね、ひょっとしたら、まあ、コロナでヤクルト落ちてきたからね、うん、マクロンちゃうかと思ったけど、はい、そっから怒涛の連敗で、そうです、はあ、でもまあ2位はもう安泰でね、うん、いやー、でも本当にあのホームの連勝ね、えぐかったね、すごかったですよ、あれがあったからちょっとセ・リーグも今年面白くなったから、はい、そうですね、あれなかったらもう早々にヤクルト優勝決まってて、本当面白くもなんともなかったからねそう、あの最後の最後まで盛り上がったのはもう DeNA のおかげっていうね、うん、はい、ところでやっぱもう一つね、うん、ヤクルトを越すためには何が必要かってなると、はい、何ですか、強くなるための3つの事項ありますよ、言ってやってくださいちょっと待って待って待って、ね、強くなるこの3つ、ね、3つの事項言ってやってください、みんな視聴者に、まだ今回今年から見始めた人たちもいるんで言ってやってください、1個目と3つ目出てるのにあれ真ん中なんだっけと思って言ってやってください、早川さん、もう勉強してきてるでしょ、 FA ドラフト外国人、あれちょっと違った、なんかちょっと違った、あれもう3年もやってきてるのに、ちょっと待って待って、 FA なんとか外国人なんですよあれ、待って待って待って、これドラフト企画ですよねってことはドラフトFA 先生なんだっけ、それはわかるよな、もちろん、余裕っすよ、だってもうずっとやってきてんだよ、はい、FA フロントが FA ちゃう、待って待って、お面白いのフロント大事大事、それ面白い、フロントなんすよ、それいい、間違ってない、間違ってない、間違ってない、先生も思い出せないってことでいいから、それは、まあ、僕はわかりますよさわかる、僕トレードっす、トレードだそうだFA トレード外国人だだからフロントで行けかわしたそうだ、そう強くなる要素 ね、はい、これ3つ、はい、でも1年で唯一これに4つつくのが、はい、FA トレード外国人そしてドラフトっていう、ね、これ1年に1回だけ、はい、シーズン中はもう FA トレード外国人をこれもう終わったらやらなきゃいけないけども、はい、このねドラフト年に1回の、うん、このドラフトで、はい、ね、もう一歩強くするために、うん、その中で残念なお知らせがあります、はい、DeNA に、え、はい、山崎康晃ポスティングっていうね、あそうね、だからチームとしてね、はい、それはもうファンの人とかね、うん、本人とか送り出す人たちはね、まあ、メジャーで頑張ってね、はい、行くのが一番いいじゃないですか、うん、でもその来年優勝に向かうってなった時にはもうこの戦力ダウンは残念なお知らせじゃないですか、うん、まあそりゃそうですね、うん、であとはね、その三島投手がちょっとね大きなんかこう病気でね、うん、はい、そのあの難病に指定されるなって、まあ、ここからね、まあ、頑張ってって簡単には言えないけども、うん、ね、もう一回ねあの横浜スタジアムに投げる姿をね、はい、待っとくっていうね意味もありますけれども、やっぱそこが抜けていく部分では伊勢がね台頭してきたりね、まあ、入江がやっとこう良くなってきたりね、うん、エスコバーっていうところもいるけども、やっぱと、ね、ドラフト後ろ欲しいね、はい、やっぱり、うん、でもその中で、はい、1位、うん、誰行くか、はい、知ってます、あ知ってんですか、はい、はい、やっぱりね、うん、取らなきゃいけないとこがあるんですよ、はい、横浜 DeNA ベイスターズ第1回選択希望選手松尾志雄、保守大阪桐蔭高校、はい、おー松尾君1位でいきます、やっぱキャッチャーいると思うの、はい、俺去年絶対小園松川の1位 D を取ろうと思ってたら、はい、ロッテがまさかの1位で松川取ったから、はい、キャッチャー取れなかったけど取らなかったと思うんだよね、はい、でもまあ今年未年頑張ったけども、うん、まあ、このね若い高校生の息のいいのが欲しいと思うんで、うん、はい、未来に向けて、うん、そう考えたら1位で取っとかないといなくなる可能性もあるし、まあそうですね、うん、今結構キャッチャー苦労してるところもあるし、はい、なんか FA でね人が抜ける可能性のところもあるし、うん、で考えたら一発いくんちゃうかっていう、おお、なるほど、なんかこうもしくは、はい、もう一個ある、もう一個ある、ま、1位がですか、うん、俺はこっちの方がいいんちゃうかと思うよ、はい、うん、第1回選択希望選手内藤邦内野手日本航空石川高校、おー、サード内藤君いきます、いや次も育てなきゃいけないから、はい、宮崎の次っていう、あとは、はい、DeNA の俺の一番の懸念事項は層薄い、あ出てるやつすごいよ、宮崎とか、うん、まあ、森も台頭してきて良くなってきた、はい、で牧、はい、で外国人いて、うん、で桑原は、はい、
ね、高層タワーでお茶飲んでて、うん、はい、まあ、このあこれも毎日見てたら分かるんですかね、はい、であと佐野がいるわけでしょ、うん、やった時に暑いんだけど、はい、抜けた時のバックアップが若干この長距離砲いないね、はい、柴田とか、はい、そういうこの上里とか、はい、この足の速いところの選手たちはいるけども、うん、次から行くのに本当は細川とか、うん、あと、まあ、伊藤はね楽天にトレードになっちゃったけど、はい、その長距離砲を狙うだから太田とかがまだ頑張れてるわけよね、うん、はい、だからそこをやっぱ長距離砲の若手をやっぱ次の層の下に持ってこなきゃいけないって考えたら、うん、内藤君いいんちゃうかっていう1位で。あ、そうですね、うん、でもあれだけ層だけにそうですね確かに一軍選手って本当に今がっちりこう固まってるようなね、うんうんうん、打つ人がたくさんいますけど、うん、その次ってなるとそっかちょっとね、抜けた時にってなった時にじゃあ宮崎抜けた時にいるけど、はい、それをまた盤石に同じ長距離砲ぐらいの感じでいくためには、はい、いいんちゃうかっていう。あ、そうですね、うん、でもあの抑えが抜けるよって話を前提にしときながら、うん、そうそう1位候補キャッチャーとそこ行くんですかそうそうそう、いや、まあ、伊勢いるからね、で入江も来たし、はい、エスコバーも、うん、まあ、多分来年もいるだろうしね、はい、だから9部じゃないねっていう。ああ、なるほど、うん、まあまあまだいい。で、あとピッチャーは去年小園も取ったし、はい、ね、って考えた時にいい野手がいるんだったら言っといた方がいいんじゃないのっていう。でもまあリリーフ1人ぐらいだから1位から3位までで、はい、キャッチャーない野手ピッチャーこれで、うん、まあ、そうですね、確かに今先発ピッチャーも安定してしてる人たちってそんなに年齢いってないですよね。そうそうそう。であとはじゃあキャッチャー内野手、うん、ピッチャーでいい選手欲しいってなった時に、はい、一番いい選手がなくなる可能性があるのはキャッチャーと内野手だから。確かに今年ピッチャーの方が豊富ですもんね。で、あとは伊勢ね、はい、ドラフト何位でしたかって話じゃん、うん、あ、そうね、全員が1位なわけじゃないんだよ、うん、だから2位でも3位でもすごい活躍する選手たちはいるわけでしょ、はい、うん、ってなった時にピッチャーは低いドラフトでもいい選手は残ってるから、はい、やっぱこのいなくなったらもう他いないよなっていうのは先取った方がいいと思うんだよ、はい、で今年そんなね、そんなもなんか佐々木朗希クラスとかダルビッシュクラスみたいにいるわけじゃないじゃん、うん、はい、だから内藤松尾とかね、あ、順番で言うと、順番で言うとそっちの方が早く、ね、内藤の方が先いなくなりそうじゃん、うん、でもあれですよ、松川くんじゃ去年、うん、まあ2位だったらいけるでしょうと思ったら、うん、1位で取るみたいなところが他にあるかもしれないですからね、また取れないってなっちゃうかもしれない。そしてまだ違うキャッチャーいるから、あ、まあそっか、うん、今年必ずキャッチャーは取ろうって、そう、内野手のあの大型で長距離砲で高校生ってそんなにいないから、うん、あ、思い切って、はい、もういいかもわかんないよね。そうですね、うん、でリリーフも取った方がいい、はい、そうですね、袴田枠いるんですか。あ、袴田枠ですか、はい、袴田枠だって横浜と繋がってんじゃん。いや、あの、そう、あの前ね、はあ、なんか DNA に押したピッチャー2人とも、そうそう、繋がってるでしょ。闇の、はい、闇のブローカーなんでしょ。いやー、浜のブローカーでしょ。まあ実は繋がってるしね。何がですか。海で、あ、まあ、海はどこでも繋がってますけどねすぐ回ってきた、このあの伊豆半島回ってきて東京湾入ってつながってんでしょ、はい、海域が、まあ、めっちゃ近いですよね、はい、いやでも今年もうぜひとも DeNA に入ってほしいっていう選手がいたんですよ。いいの、いたんですよ、うん、いたんです、うん、はい、どういうこと、いたって、あの絶対プロ志望届出すかと思ってたら、うん、出さなかった。出さなかった、はい、じゃでもいい選手だ、4年後ね。じゃあ俺の隅田パターンで、いや4年後じゃないと思います。そうだ、大学の選手なんで。あ、大学生の、はい、もしかしたら2年後、うん、私はあるんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、じゃあ紹介していいですか、うん、細川拓也投手、うんうん、右ピッチャーなんですけど、うんうん、東北福祉大です、うん、はい、なんと DeNA 細川誠也選手の弟なんですよ、うん、で、でも出さなかった、出さなかったんです。私絶対出すと思ってたんですけど、うん、どこ行くの。いや、まだちょっとその進路は分かんないんですけど、うん、はい、あの、まあ、東北福祉大のこの春、エース1として5勝0敗で防御率 0.29 なんですよ。で、出さなかったの。そうなんです。で、しかもあの先発も抑えもやってて、で、本人的には先発よりも抑えの方が気持ち的に燃えるって言ってて。出してんじゃない。いや、出してないっぽいんですよ。そんな、はい、そんないいのに。そうなんです。だってこんないいピッチャーだったら社会人行くとしても待ってくれるやろ、はい、ドラフトな、ねえ、うん、で、なんかやっぱり兄に負けたくないって思いがあるみたいで、
っていうなんか私インタビューとか見てたので、うん、出すだろうと思ってたんですよ。出してないの？なんで出さなかったんだろうなと思って。そんないいのに、はい、ちょっと私 そこまで裏事情知らないので、うん、絶対 DA に進めようと思ってたら、うん、出さなかったので、ちょっとどこの社会人に行くか注目だね、次ね。そうですね。あれじゃないの？何ですか？メジャーじゃない？いきなりメジャーですかね。分かんないよ、まあ、可能性的にね、うん、まあ、福士大いいピッチャーも結構いて、うん、だしなんかこう DeNA でポジションも違うじゃないですか、うん、お兄ちゃんと、うん、だから切磋琢磨してこう上がっていけるんじゃないかなと思ったら、あと山崎康明投手の後玉候補にと思ったんですけど、で行ける人でいないの、推薦する人？そうですね、あのピッチャーがいいですか、それともあのいやいや、それはもう墓場さんが DeNA に推したい人で。あ、そうですね、あ、じゃ あの去年でしたっけ、あの一昨年かな、2人静岡出身の選手を2人ねじ込んだんで、そうそうそう、山からね、はい、とか池谷投手とあと高田投手、うんうん、ねじ込んだんで、うんうん、今回ちょっと皆さん DeNA 入りたかったら袴田さんに言ったら入れるでしょどんなだっていうちょっとあの今回もねじ込み枠、うんうんうん、いいですか、うん、あの群馬ダイヤモンドペガサスから、おいいねいいね、奥村光一、うん、外野手、外野手、はい、うんうん、静岡市出身でして、うんうん、あの東海大商業から東海大に行ってて、うん、今群馬ダイヤモンドペガサス頑張ってるんですけど、うん、俊足強打堅守っていう、うん、もうそういう感じの選手で、でそのリーグで去年首位打者取ってて、うん、で今年も3割打ってて、うん、2年連続でまあ3割打ってて、うん、結構ヒットメーカー系の選手なので、うん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 、よかったら外野手こうちょっとポンと穴開いたところにちょっと入れないかな。東海大商業ってあれだよね、原監督だよね。そうです、ね、あ、そうです、原俊介ね、はい、で東海大で、うん、はい、面白いの、はい、独立リーグで頑張ってますので、うん、ぜひとも DeNA いかがでしょうか。注目だね、はい、うん、というところで私の袴田枠こんな感じです。先生は？先生、はい、僕は、うん、ファンとして今シーズンの DeNA を見たときに、はい、ファンなん DeNA？ファンですよ。DeNA 好きなんですか、うん、初めて聞いたの。なんかいつもあのあれバファローズの帽子、まあ、全般好きなんですけど、はい、ロッテ以外全部好きなんですけど。え、あ、今の何ですか。まあ怒られるで今度、まあ、どこまで行ったらお前、はい、ということで僕はやっぱりオースティンとソトがやっぱり抜けた抜けてない問題ですごいこうなんかチームに影響出たなというところがすごいあるんですね、はい、抜けんの？いや、あの怪我とかでやっぱいなかったりすぐどっか行っちゃうんですよ。でまだオースティンなんか肘がどうだこうだって言ってるんで、うん、やっぱりファーストで打てるかファーストをもう補強してしまおうと思うんですよ。そうなん、はい、まあ、じゃあとりあえず聞こうか、うん、で、おすすめしたい、これもしかしたらソフトバンクが狙ってるかもしれないですけど、はい、本田熊本っていうところなんですけど、はい、ウルテラ光輝くんっていうところなんですよ、うん、はい、いいの、右の大砲で大阪桐蔭高校出身なんですけど、へ、大阪桐蔭の時はそこまで結果が出なくて、で関東学院大学に進んで、うん、そこから社会人に行ったんですよ。なんと都市対抗2大会で7試合で5発ホームランってるんですよ。おー、すごい、2試合で5発、2大会の7試合で、あ、2大会間違えない、はい、めっちゃ2大会で5発やばいからいや、あの村上選手みたいに2試合でめっちゃ硬いんでしたから、ね、うん、でも2022年の都市対抗はなんか2試合で3発ホームラン振り込んでるんですよ、うん、あ、でもすごい、それはすごい、サヨナラホームランとか、うん、ここって時にホームランするんですよ、うん、っていうのと、うん、やっぱり山崎康明君の出るかもしれないっていうところでおすすめしたいピッチャーがいます、うん、お、誰？最高峰、はい、うん、実際僕現地まで運んで見てきた選手です、うん、見に行った？すごい、すごい、見たんですよ、うん、はい、これは神奈川大学の神野投手っていう、うん、はい、うんうんうん、地元だ、うん、だって梶原と一緒じゃない、梶原君が秋のドラフトかかった後の秋の大会どんなもんだよって、うん、持って見に行った時に投げれたピッチャーなんですけど、うんうんうん、なんせ球がいいです。へえ、やっぱりその球質とかやっぱインコースにしっかり投げれるっていうのは何位、何位、1位ではないと思うんですよ、3か4ぐらいなんですよ、伊勢枠ぐらいリリーフタイプ、じゃあ3位でいいやんな。あ、そうですね、はい、内藤、松尾、そいつでいいんじゃない、はい、大学の日本代表候補にも選ばれた選手なんですけども、うん、球種がですね、スライダーカーブスプリット、もちろんゲーム投げれるっていうところは中で使えるんじゃないかなって、うん、いいね、いいね、打者の手元で同じ軌道から鋭く曲がるカットボールや菅野智之の握りを参考に下縦に落ちるワンシームといった変化球も器用に投げ分けると。落ちるワンシームもね、うん、山崎康明と一緒なんですよ、うん、おすすめです。三振がしっかり取れるピッチャーなんで。そう、いいじゃないですか、いいね、うんうん、楽しみ、うん、まあ、だから俺は内野キャッ
チャー、まあ、1位じゃなくてもキャッチャー絶対取った方がいいと思うの、うん、あとなやっぱ長距離砲も欲しいね、はい、内野の、うん、でリリーフだね、はい、あと先発はいる選手を育っていって小園がねデビューしてきたら楽しいよね、うん、っていう感じだね、はい、はい、皆さんどうですか。